蔵造り料理教室をさせていただいております、中井と申します。今日は本当にまあ簡単ですけれども、畳み方というのをちょっとこう皆様に見ていただきたいと思います。で、一応まずこういうふうな一本の帯がありましたら、まずタレの部分を決めまして、そしておたいこの部分をこういうふうに決めていきます。このサイズはご自分のその方に応じたのを作っていきます。そしてここで作りましたら、これはご自分のサイズのご希望のようにしていきます。そしてこれは塩での名古屋帯ですので、ここで胴にまっすぐと で、こういうふうにこの分が胴の方に行くようになります。そしてこちらの分が手の分となって、こういうふうにかかります。で、一番簡単なのはこういうふうな形に作るということです。で、これを何箇所かその針と糸とで留めていくっていうことなんですね。そしてこういうふうな感じで形作りを決めて、一応名古屋帯のこれがお太鼓部分と、これが胴の部分とで、これを留めて、そして体につけていくというやり方をしております。で、今までは切ることが主だったんですけれども、この作り方は切らずにできますので、もうその方が使わなくなった時には全部ほどいてまた元の状態にできるという利点があります。そういうことから皆さんに喜ばれて、こうして長らく続けさせていただいております。はい。そしてそれを実際に針と糸とを使って、もうちゃんと取れないような形にしております。これを実際に皆さんのそれぞれの方の体につけていくことになります。そしてまずここで枕を入れて、この胴の分をこの手先の中に乗せます。そしてここを持ってつけていただきます。で、ちょっと実際にじゃあつけていただきましょうか。これは本来はご自分で一人でするという形になりますけれども、ここでこうになりますよね。で、今私が持っておりますけれども、本来は壁のところに持って行ってご自分でつけていただくようになります。はい、そしてこれをそのままスーッと引き出します。そしてこの下側のところにこれを入れます。こっちも引っ張ってもらったらいいですよ。はい。で、これでも着想ができたということになります。で、あとは本当にこれで2分でできるんですね。慣れですけれども、すごく簡単で、止めてあるので絶対崩れない。どこへ行ってももう帯が崩れるっていう心配はないです。だから本当にこう自然な感じで、ちょっと作るのは大変ですけれども、1本作っておかれると1枚2枚3枚という代わりの置物もできるから、すごくいいと思いますよ。はい。そしてまあ、帯揚げの始末をしていただきました。次はこの帯締めの始末、それで完成です。はい。この教室の方では帯だけではなくて、このように着物もしております。この着物は普通の着物をファスナー着物といって、
で、あのお母さんの着物をいただいたら丈が合わない、そういうふうなとこからこのファスナーでその方に合わせるというやり方をしております。で、このお着物は今はそのままの状態のお着物です。これはもう着丈の長いそのままなんですけれども、それをこちらのように加工して、ここでファスナーというのをつけております。で、こうするとその方の身長に合ったあの長さでしまうので、もうご自分でもそのまますっと切れるという、そういう利点がありますので、大変これもあの喜ばれております。これがあのファスナー着物ということでございます。